韓国書籍の専門書店チェッコリをお届けする音声コンテンツ、渡辺直子のクリムチェキヤギ。皆さんこんにちは、チェッコリスタッフの澤田です。ゴールデンウィークももう残り数日となりましたね。皆さんどこかお出かけされましたか？4月からの新しい生活をどうにか1ヶ月走り抜けてきたけど、ゴールデンウィークを挟んでしまうと来週から学校や会社に向けてまたエンジンかけ直すの大変だという方もいらっしゃるかもしれませんね。今回ご紹介する絵本は、そんな少し不安定な気分の時に一旦立ち止まって読んでみるといいかもしれません。大人も子供もゆっくりと心落ち着けて絵本のページをめくる、そんな時間を持てるといいですよね。それでは直子さんのお話をお聞きください。皆さんこんにちは、渡辺直子のクリムチェギヤギ第13回をお送りします。今日は心や気持ちがテーマになっている絵本をご紹介したいと思います。韓国の絵本を読んでいると、心、マウンや感情をテーマにした絵本がとても多いように感じます。今日はその中から子供と一緒に楽しめるものから大人向けのものまで3つの作品を選んでみました。では早速1冊目です。韓国の人気絵本作家チェ・スッキさんの最新作で、今年の1月に出たばかりの내기분은어떤색깔이니、あなたの気分はどんな色という絵本です。表紙の絵では子供がふーっと息を吐いていて、その口元から無数のカラフルな光の雫のようなものが溢れ出ています。この一つ一つの色が様々に変化する子供の気分を表しているんですね。ページをめくっていくと、まだ目覚めたばかりの白、ワクワクする黄色、好奇心いっぱいの緑、恥ずかしくてもじもじしてしまう薄緑、楽しいオレンジ、ドキドキするピンクと、まずは明るい色が続きます。後半はお友達との関係で少しモヤモヤしている紫、怒りの赤、暗く沈んだ紺、憂鬱な灰色とネガティブな感情も登場するのですが、最後には心安らぐ場所でまた穏やかな色に戻っていきます。ポジティブなものであれネガティブなものであれ、どんな気持ちであっても私であって、どんな色も私を作り上げている色なんだというメッセージが込められている内容です。色で表現することによって小さな子供にも伝わりやすくなっていると思いますので、大人の方にもまた小さなお子さんにもおすすめの一冊です。二冊目は마음을보았니、心を見たのという大人っぽい詩的な絵本です。まず表紙には虹色の少し不思議な扉が描かれています。その扉を開けるように本を開くと、タイトルと同じように、心が飛んでいくのを見た？心が揺れるのを見た？心が泣くのを見た？などの問いかけと、その心を表す比喩が繰り返されていきます。例えば、心が飛んでいくのを見た？という問いの次のページでは、青い空を飛んでいく白い鳥たちが描かれていて、心が飛んでいくというイメージを視覚的に見せてくれます。同じように、心が走る、揺れる、沈む、驚く、泣く、笑うという心の動きのイメージを絵と少しの言葉で表現しています。
静かで落ち着いていて、少し抽象的な絵なのですが、この絵を描いたイラストレーターのオー・ジョンテクさんは、この絵本の文章の哲学的な雰囲気を生かすために、シルクスクリーンの技法を用いて絵を仕上げたそうです。心という目には見えないものを絵で見せてくれることによって、自分の中にある様々な感情に改めて出会うことができるような作品なのですが、とても絵本らしいというか、絵本だからこそできる表現なのではないかなと思います。3冊目は、マウメーチ、心の家という哲学的な絵本です。2011年にボローニャ国際児童図書店でラガッチ賞ノンフィクション部門大賞を受賞した作品です。表紙も中の絵も一度見たら忘れられないほどインパクトのある独創的なものなのですが、この絵を描いたのはイボナ・フミエレフスカさんという1960年生まれのポーランドの作家さんです。韓国でもご活躍されている大変実力のあるイラストレーターさんで、作品はたくさんありますが、どれを見てもこの人にしか出せない独特なカラーを感じます。心の家は目には見えない心というものを家に例えて、心はどこにあるのだろう、心とは一体何だろうという問いに丁寧に答えていく内容です。人の住む家が多様であるように、心の家も形や大きさが様々で、ドアをほんの少ししか開けない人もいれば、開けっぱなしにしている人、逆に完全に閉めている人もいる。みんなが出入りする広い部屋もあれば、自分だけの狭い部屋もある、というような比喩が続いていきます。文を書いたキム・ヒギョンさんは、理科女子大学で哲学を学ばれた方なので、このような心に響く哲学的な文章が生まれてきたのかなと思います。大人の読書としても向いている絵本だと思います。この絵本は、神谷虹さんの翻訳で、岩波書店から日本語訳が出版されていますので、興味のある方は、心の家というタイトルで探してみてください。今日は、心、気持ちの絵本を3つご紹介しました。子供にとっても、大人にとっても、とても良い読書体験になる絵本だと思いますので、機会があればぜひお手に取ってみてください。それでは、次回もぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。감사합니다。絵本のお話、いかがでしたでしょうか。今回はいつもと少し雰囲気が変わって、哲学的な作品のお話でした。本当に絵本と一言で言っても、その種類もメッセージの伝え方も、一冊一冊全く違いますよね。ところで皆さんは最近、本屋さんの絵本コーナーには立ち寄ったことがありますか？私は昔から絵本はとても好きでしたが、正直なところ大人になってからは本屋さんに立ち寄っても絵本のコーナーの存在を思い出す前に雑誌や一般書のコーナーを見てから満足して店を出てしまっていたということが多かったです。子育てを始めた今でこそ絵本の棚によく足を運ぶんですが、図書館でも同じようにこれまでは絵本のコーナーまで見て帰るということは実はあんまり多くありませんでした。このコンテンツを聞いてくださっている皆さんならしょっちゅうチェックしているよという方も多いかもしれませんが、最近絵本のコーナー見てないなという方がいらっしゃいましたら、次に本屋さんや図書館を訪れた際にぜひちらっと見てみてもいいかもしれません。懐かしい絵本や最近の斬新な作品はもちろんですが、韓国の絵本の翻訳本も結構見つかると思います。あ、こんなのも日本語になってたんだなという発見があって、すごくワクワクします。
チェッコリにお越しの際は、まずは店内に入ったところにある細い通路の左手の壁に絵本が並んでいます。そしてそこを抜けると、ちょうど入り口の真正面にあたる一番奥の壁に絵本の棚があるので、ぜひ見てみてください。皆さんが最近見つけた面白い絵本の話、心に残った絵本の話もよかったらコメント欄で教えてください。今回直子さんがご紹介した絵本に興味が湧いた、読んでみたくなったと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンでも教えてくださると大変励みになります。Twitter、Instagram などでもハッシュタグクリムチェキヤギをつけて、ぜひ感想を教えてください。次回はまた6月の初めの週にお届けします。それでは皆さんも残りのゴールデンウィークも元気にお過ごしください。ありがとうございました。